ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。まずはゲッターズ飯田の占いを1年以上継続されている会員の方から届いた普通歌をご紹介していきたいと思います。はい、います。睡魔に勝てないさん、40代後半女性、はい、毎週ウェブラジオとても楽しみに聞いています。ありがとうございます。私の聞きたいことは、寝ないとダメな星があるのか知りたいです。私はとにかく夕飯を食べるとスイッチが切れてしまいます。片付けがとにかくできません。お風呂も入る気力がなくなってしまいます。とにかく横になりたくて、その欲望に勝てないんです。私のようなタイプ少なからずいると思うのですが、寝ないとダメな星だ、ごめんなさい、寝ないとダメな星、睡魔に勝てない星なんてあるものでしょうか。あ、これ、はい、睡眠の星あるんですよ。睡魔に勝てない星、僕そうですから。もう食べるってことを全然俺我慢できる。食べなくて平気なんだけど、寝るは俺もうマジで無理だからね。その奥さん言うもん、あなたは眠いの絶対邪魔しないみたいな。15分でも1回寝るっていうのをやるんだけど、ベース理屈っぽい人、はい、下一桁9番0番持ってる人、特に9は多いんだけど、はい、1回寝てスイッチを切ってみるとうまく頭稼働するんで、あるんですね。じゃあありますよね、実際あります。なので北間くんないでしょそういうの。俺もただ、ね、眠くなっちゃいますね。それもただの怠けですか。それ怠けこの方は怠けじゃないですね。睡魔に勝てないさんを占いまして、はい、この方ただの怠けです。奥まったし。ただ前日に睡眠欲入ってて、食欲睡眠欲両方入ってるから、食べたら眠くなる、まあまあわからないでもないですか。でも年齢もあるからもう老いだよ。もうこれは老いです。これはもう違うよ、40半ば過ぎたら占いじゃなくてもこれは老いです。スタミナが落ちてるだけです。あ、なるよ最近。そうか、でもスタミナがやっぱ なくなってくると、なくなってくると眠くなるでしょ。そうですよね。でもしょうがないよそんなこと、ね、別に占いとかね、星ではないと。まあでもだらしない星持ってますので、計画と段取りが入ってないんで、規則正しくすることが得意じゃないので、多分ご飯食べたら眠くなるとか、これをやったらこれを次やるってことが得意ではないタイプなので、そうなりやすいと思うんで。一個あるのが、音楽を流してください。この音楽を流れてる間にお風呂入るとか片付けるとか、この音楽の時は何々するって決めてやると、体が動くようになってきますので。そうなんですか。他の方もいると思いますけど、はい、なんかそのなんかダラダラしちゃうとか、なんか時は何でもいいよ。この曲をこの CD 流し始めたら掃除しようとか。なんか飯田さんね、よく仕事の時この音楽かかったらもう部屋に入ってこないでくれぐらいの音楽で行くっていう。集中すると体が勝手に動いてきますね。最初はな、だったらあれですよ、その掃除するって曲かけて寝ちゃダメだよ。めちゃくちゃバカでしょ。その人めちゃくちゃバカでしょ。曲かけて寝るわ。掃除しよう。ああ寝ようぜね。だったら切るの。切って寝るの。それはそうです。めちゃ、でも飯田さんギリギリまで寝ないですもんね。俺も何回かその飯田さんがその飲み屋でもう占ってて、もうギリギリまで占ってて、コクンってこうクタンってこう落ちた瞬間何度も見たことありますもん。あれで一回さ、ついさんとうまくいたかな、乾杯って言って、あ、いました俺。乾杯って飲んで、ゴクって飲んでグラスを見た瞬間に寝て、グラスで頭バンって、そう時にギリギリまで信じられないやつ見たっつって、ギリギリまで占う。本当にスイッチ切れる、そうですよね、まで飯田さん起きてるよね。そういうタイプ。確かに。でもこの方は特にはそういう特にないです。じゃないらしいんで、怠けてますので、はい、音楽とかで区切って頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。このように長期会員の皆さん、ご自身の占ってほしいことではなく、占いにまつわる、質問や番組の感想などを送ってきていただければと思います。それではいつもの鑑定参りたいと思います。はい、お願いします。埼玉県30代前半女性、沙織さん、はい、おめでとうございます。幼い時から人間関係がうまくいかなく、日々他人に振り回されているように思います。今の職場でも人間関係がうまくいかず、でも仕事は忙しく、簡単に辞めることもできない環境で日々ストレスを抱えています。また質問に答えても何を言っているのかわからないような顔をされて終わりだったり、仕事で責められたりすることがあるのですが、相手が間違っていることもあるのに、いつも何も言えなくて悔しい思いをしています。正直疲れました。泣きたいのに疲れすぎて、忙しくて時間が足りなくて泣いている暇もないです。人間関係がうまくいく方法を教えてほしいです。よろしくお願いします。人間関係ね、泣く暇もないならもう悩んでもないってことだよね。いいんじゃない。おお、うん、そっか。でもさ、はい、人間関係がうまくいく、クマ君、クマさんも、だって会わない人いるでしょ。まあ言いますよね。
そんなこと言ったらみんなそうじゃないの。 100% ってやっぱ難しいですよね。だから理想が高いんだよね、はい、あなるほど。そんなこと言ったらその、はい、奥間くんとか生間くんさんの面倒で一切見たくないって言い始めたらキャムなんて特に別にやめれるしさみたいな、もうストレスですって言ってないでしょ別に、うん、あ思ってるかもしれない今心臓キューってなりましたでもそう思うかさ、楽しくやってこうかとさ、はいはい、まあ、そうですよね、さじゃないの、なんか質問されても分かんないの顔されてあるよ俺ってわけわかんないこと自分で言ってるもん相手が自分が間違って、相手が間違ってると思うのに、あるある、そんなありますよね、全然あるよ、これ普通の人だよ、それを気にするかどうか、ね、確かに結構ありますよね、そういうことって、あるよね、理不尽だなみたいな、理不尽だよ、人間は理不尽によって育てられるから、めちゃくちゃあるよそんなこと、そのぐらいだよって思っとかないといけないのに、この方占いまして金の、あ銀の時計座だから、はい、対等でみんな一緒だと思ってるから、うん、これね、どこ下一桁一番持ってる人あるあるなの、あ俺かな、あ持ってるでしょ奥間くん、はい、奥間くんでもイルカだからちょっと自己中心が入るけど、時計、はい、金銀時計の一番持ってる人は、はい、俺も奥間くんも生駒さんもこの沙織さんもみんな一緒、うん、同じ考えできてるからと思ってる基準から抜けられないから、なるほど、占いとかすると一番多いんだけどね、はい、一番の人占いってこうこうで言ったら負けず嫌い頑張り屋でとかって、うん、こうなんか負けると意地を張ってみたいな、はい、それみんな一緒でしょって言うけど、俺全然負けず嫌いじゃないから、確かにね、それは僕もみんな一緒でしょって思ってました でも飯田さん全くでしょ負けず嫌いみたいなないもん、全然負けてもなんともない玉子先生来たら絶対すごいもうすごいでしょ、連ドル勝てませんよとか、うん、これで佐々木優太さんで神社のロケ行った時に、はい、圧倒的ですこの人って言ったら、全然、うんうん、張り合おうともしないもん、ね、うんうん、戦うの嫌いだから、うん、負けず嫌いの人気持ち分かんないもんね、うん、本当そうですよね、本当部活とか体育とか先生とかだから普通にやってんだけどさ、うん、まあ、悔しくないのかって言われたらさ、うん、いやないですよ全然ないけどまあやる気ないのかって、いややる気ある、一生懸命やってるのに悔しくない、悔しくてやる気ない違うだからまあ体育の先生バカだなと思って、うん、本読みなさいと思って、本読みなさい先生マジでまあでもその表現的には何にもお前伝わってねえよと、だからもうスクールウォーズとかね、飯田さんだったら成立しないでしょ、しないしない、悔しくないのか、そのおのおの問題だから悔しくないです、悔しくない、ただ一生懸命あるよ、うん、でも結果負けてもしょうがないじゃん、向こうが頑張ったんでしょ、まあ受け止めます、こっちが頑張んなかったからその差が出ただけです以上でしょ、そういうもんじゃないか、だからこの人多分一緒だと思ってるから、うん、なのにそこがトラブルの、そうだから自分の悔しい気持ちがみんな伝わらないんだろう、基準が自分だからです、はい、で自分と周りは違うんです、他人は他人、自分は自分で、いろんな価値観があるってことをたくさん本読んでいろんなものを学べば、だいぶ解釈考え方が変わってくると思うんですが、はい、泣きたいと言えば泣けばいいんですよ、おいいんですか、思いっきり泣いとこいいです、人間落ち込むだけ落ち込んだらそれ以上落ち込むことないから、家で一人でだって1時間泣いてごらん、で次の日もう1時間泣いてたちょっとそんな無理ですね、あいいのいいの、30分ぐらい、はい、もう一回30分泣いてたら、はい、30分ちょっとやってないですよね、あと30分やってないですよっつって5分ぐらい泣いてますかね、だいたい短くなるから、ああなるほど、いいんですよ、だから一番はまず負けを認めることと、意地を張らちゃんと泣くとき泣いて、はい、相談をする、で仕事のことで質問で答えられる、これいい意味でこの子合理主義入ってるんで、はい、端的に物事を伝えすぎるからそんなみんな賢くないから、はい、伝わんないんだろうな、自分がどっか悪いんだろうなと思いながら伝えると解釈してくれ、分かってくれるので、さも自分が伝わって自分基準を持つのを、うん、この子は悪いわけじゃないよ、そのすごく真面目に考えてると思うので、はい、真面目に考えず、正しいより楽しいよ選んでください、どうしたらみんな楽しいかな、うどうしたら正しいんだよ、これが正しいと思うか苦しくなるんで、うん、楽しいこと日々考えると楽になりますので頑張る、あとねライブとあの舞台とか見に行くと気持ち楽になるんで、あいいじゃないですか、このね同世代1番とか、まあ、2番持ってる人もそうですけど、頑張ってる人を見るといい影響を受けるんで、同世代が頑張ってるお芝居とか見に行くといいです、はいはいはい、調べると年代大体分かるんで、うんうんうん、30代前半で頑張ってる役者、うん、あの億万くんとかでもいいので、うん、そんなお金も大してもらえないのに東洋館で頑張ってる若手見たら涙出る、一緒じゃないじゃんと思うから、こんなにやってまだバイトして年収もそんな少ないんで、うん、こんな一生懸命やってんだと思うと自分がどんだけ恵まれてていいかって分かるの で、ね、はい、お芝居とか舞台を見にミュージシャンでもいいので見に行ってみてください、はい、頑張ってください、はい、応援してます、群馬県は30代前半女性ミピョンさん、おめでとうございます、私の結婚について鑑定お願いしたいです、はい、
20年の6月に知り合い、同じ年の11月にお付き合いが始まり、21年11月から同棲を開始した彼がいます、うん、今年の11月に籍を入れる予定でしたが、いろいろあり白紙になってしまいました。また私は実家に戻り、同棲も解消となりました。そんな彼から結婚願望がないと言われ、別れるべきか悩んでいます。好きな気持ちはあるのですが、出産を考えると私の思い描く幸せは手に入らないのではないかと考えてしまいます。私はこの先結婚できるのか、彼とはどうしていくべきなのかを見ていただきたいです。よろしくお願いします。いや、もうこんなのうちの相方からもう言って終わりですよ、はい、結婚願望がないって書いてあるんだ僕も。ああどうも、別れましょう。はい、正解です。やったー以上ゲッターでした。相方って言われてちょっとなんかちょっと恥ずかしかった。でもね、これは年内には解散するからね。年内には。でもまた勝手に組んでますからね、ウィキペディア。いやでもこれはね、もういいんじゃないですか。本当に別れた方がいいでしょ。なんで結婚願望がないってことはもう好きじゃないってことだもんね。なんで結婚願望がないけど一緒にいたいって。